こんにちは、福岡のギャラリーのロペコです。カルトナージュの作品でコンパクトミラー、ここに爪楊枝が入ります。マグネットが内蔵されているのでパチンと閉じるんです。これだとバッグの中で広がりません。ご自分で紐をつけることもできます。触った感じはしっかりした感じですが、水濡れには弱いのでご注意ください。